熊谷組は安全、品質、生産性の向上を目指し、たゆむことなく技術開発を進めています。建設現場内の車両走路に人が侵入した場合に、ネットワークカメラの映像を AI により検知し、リアルタイムで回転灯により運転手へ知らせるシステムを開発。監視員がいなくても侵入者との接触事故を防止でき、安全性と生産性を向上します。清本鉄工株式会社と共同で、これまで使い道がなく廃棄されていたバーク材を加工したブラックバークペレットを開発しました。高品質なバイオマス燃料となるだけではなく、石炭火力への混焼材にもなり、カーボンニュートラル社会や電力の安定供給への貢献、林業の活性化が期待されています。株式会社横川ブリッジと共同開発した河川内の橋梁更新工事の新工法、 KPY ダブルユースガーダー工法。従来、季節上部工の撤去にはガーダー、下部工の撤去・新設は仮桟橋を利用していました。この新工法では、ガーダーを季節下部工の撤去・新設、上部工の新設にも使用することで、仮桟橋の設置と撤去をなくし、工期短縮・コスト縮減を実現します。共同住宅において優れた床衝撃音遮断性能を実現する波形中空合成スラブ、サイレント LFR を藤森産業株式会社と共同で開発しました。波形を多重に組み合わせた、これまでにない独自の形状を持つボイド型枠を採用したことで、従来のサイレントボイドスラブと同等の優れた床衝撃音遮断性能を確保しながら、スラブ重量を軽減、スラブの厚さを薄くすることも可能になります。